中国が取引相手となる2国間決済で中国の通貨人民元の利用が広がっている企業や機関投資家などによる決済通貨を集計したところ人民元建ての割合は2023年4月から6月期に49%となり初めて米ドル建てを上回った金融解放やロシアとの取引拡大の影響が大きい世界全体の決済では人民元比率は3%弱にとどまるがドル離れが進み始めた いや進み始めたとは言えないですよ2018年ドルは39.35%ですがで23年6月では42.02%に増えているということですねでこれね日本の銀行が 中国の片棒担いでんですよね、えー、人民元決済サービスを日本の大手銀行が相次いで始めてるんですよ何やってんだって話ですよそれは中国の国際的地位を高めアメリカの地位を下げることになるんですから我が国はもうドルですからお引き取りくださいって言えばいいんですよその方が利用者にとっても手数料安いわけだしやっぱ経団連でしょうかもう中国が喜ぶことばっかですよもう日本の大手銀行がこぞって人民元決済をしてくれるって言ったらこんなありがたい ってことないわけでいやそれはしませんって言えばいいのに。 なんかね、日本の経済界、特に、まあ、いわゆる巨大企業は、まあ、全部とは言わないですけども、相当狂ってますよ。経団連がマジに狂ってますからね。もう国益を毀損して、中国のために動いてるような、中国様を怒らせてはダメだというね、そういう状況ですよ。経団連がどう圧力をかけたかどうか知りませんけれども、とにかく日本の銀行が、えー、人民元取引を始めます。これも全くおかしなことです。日本の国益に反するわけです。で中国が中国 中国人民元での決済を増やすぞってのは何言ってんだ黙れとだったら日本円使えって言えばいいんですよこれどういう状況になったかと言いますとウクライナ戦争が始まったことによってロシアは金融制裁を受けまして SWIFT という国際決済ネットワークから外されたんですねですからロシアから外国に送金したりお金を受け取ったりということは全くできなくなってしまったそこでどうしたかと言ったら中国の人民元決済プログラムに参加したわけですよですから人民元だったらロシアは貿易のね金 ととかを受け取ったり払ったたりり払するることができるできしかも各国が多くがロシアに経済制裁を課しましたからで中国を買うよって話ですからね売ってくれって言っても売るよって話ですからですから、えー、ロシアとと中国との取引が激増したわけですよそうすると中国の人民元があれば OK ですねって話になっちゃってそれで中国相手の貿易資本取引決済ここね戦争が起きてからガーンと行きましたよ人民元が増えた。そう,そうまあ悪党同士っていうことですよね ですからせっかく世界が経済制裁加えているのに主に中国とインドですけどもね。 原油安いんですかって言っていや買ってくれるなら安くしますでガスも安いんですか安くしておきますよありがとうございますって言ってしかも決済も人民元だったらできますからねでサハリンというねカラフトにあるガス田でガスを生成して日本がずっと買ってたわけですよね買ってたっていうか日本が資本投下してますから大手所持会社とかが、えー、持ってるわけですよねロシア産の天然ガスを輸入するんですけども送金ができないわけですよどうするかって言ったら人民元ですよねそれからその油田の利益出ると、まあ オーナーナですから日本企業がこれどういうふうにして配当すんのって時に国外送金できないから仕方なく人民元で支払いしてもらうっていうことなんですねだから中国元というのは血塗られた通貨なんですねブラッディカレンシーですよあとそれから汚れた通貨中国元というのは汚れた通貨です、えー、だからダーティーカレンシーですよこんなものじゃないと送金も受け取りもできない そんなやばい相手とそこまでして取引する必要があんのかと。いやだってお金投入したのが溶けちゃったら怖いからって言うけども、日本っていつからそういう国になったんですかねいくら得をするって言っても、いやこの取引は正義じゃないと思ったら、跳ね付けてきたのが日本じゃないんですか世界が経済制裁してんのに、日本がロシア産の天然ガス買ってんですよ。損得じゃないんですよ。この取引が果たして正しいかどうか。これが前提ですよね。で、正しいとなったら、あとは損得と。 考えればいいんですけども日本の企業が損得だけでねやばい団体と取引するわけですよこれね日本の暴力団と取引するよりやばいですからねじゃあ日本の大手暴力団がじゃあ1年で何人殺し,殺しましたかって言ったらまあまあ2桁にはなかなかなんないですよじゃあロシアは国際法違反でしかもトップが戦争犯罪人として逮捕状出てるんですよじゃあロシアという国がじゃあ念願で何人殺したんだと それ考えたらもう日本の暴力団と関係を持っちゃいけませんよのレベルじゃないんですよ。そんな汚れた国、汚れた通貨ですよ。ロシアも通貨としては中国も汚れてるわけですけどね。そんなものじゃないのね。決済できない。そんなやばい取引を日本やってるっていうね。明治以降日本は、 やっぱ気高く生きてきました今よりもっと経済的に貧しかったんですけども後ろ指を刺されるようなことはしないとどんなに儲かってもそれだけはしないとかねどんなに金がなくてもそれだけはしてはいけないとかありますよ日本人とそういう正しい正しくないをまず第一に考えますからねそれを金だけで決めてるわけですからひどいですよねよその国がそういうふうにしてたってまあまあ普通かもしれませんけども日本がそれかと思うと私はもう がっかりしますすよよね大手会社ですよ何社か入ってますけどもね私はねロシア通貨をスイフトから外したというのがいいか悪いかちょっと微妙ですね結局人民元の国際的地位を上げるだけになってしまったまあちょっとよしあしですけれどもまあスイフトから締め出したことによる弊害。 そして人民元の地位が上がるという、これは米中派遣争いにとって圧倒的に中国に有利な状況を作っているということだと思います。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。